こんにちは、マです。維新の会は本当危険でです。す。自民党と同じぐらいののグローバリストです維新の会はカジノを誘致したりあとは大阪空港の運営権をフランス企業に売っちゃったりあとは大阪公立大学の公用語を英語にしますって言ったりバリバリの新自由主義なんです。 空港は非常に大事なインフラなんですけど、それを外国企業に売ってしまうわけです。この感覚やばいでしょかなり。今度政府が資産運用特区を設けるんですけど、そこに大阪が手を挙げてるんです。もし大阪が資産運用特区に採用されたら、 こういうことをやりますって提案してるんですけど、その一つが永住権なんです。府内の成長産業に1億2000万程度の投資をしたら永住権を与えますと、ものすごくハードルが低いんです。自民党と一緒に移民政策をどん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 進めるつもりです。彼らは 日本を壊すために何をやってきたかというと、一つは戦後80年の反日教育です。ナショナリズムの破壊です。やってもいないことに対してごめんなさいって言ってきたわけです。河野太郎さんのお父さんの河野談話とかね。子供たちはこういう嘘の歴史を勉強するわけですから、 そりゃあ自信がなくなりますよ。そして二つ目は日本人を減らして移民を入れるっていうことです。現在日本人は年間83万人減少してるんですけど、2019年と比べて2倍になってるんです。異次元の減少なんですけど、これは偶然なんでしょうか必然なんでしょうか 同時に自民党は移民政策をどん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 緩和してますから本当ヤバいことになりますよ。特定技能制度の2号の対象分野が2分野から11分野に拡大しましたよね。2号は家族の帯同も可能ですから今後加速的に外国人が増えていきます。 そして三つ目は言葉を奪うっていうことですけどこれを維新はやろうとしているわけですさっきも言ったように大阪公立大学の公用語を英語にしますっていうやつですよねこういうことを維新はどん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 やっているわけですやってくるわけです超一級の倍国度って言ってもいいと思います 自民党と同じぐらいの倍国度です。もうね、ここまで来たら手遅れかなって思いますけど、諦めたら終わりですからね。なんとかしないといけません。選挙に行きましょう。それしかないです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。